今回は日本のファンだけでなく、今シーズン世界から注目される宮田理友についてのお話です。彼は F2 でどんな走りを披露してくれるのでしょうか。宮田理友はどう見られる。今シーズンの宮田理友は世界からはどのような目で見られるのでしょうか。宮田理友は現在24歳で、昨年のスーパーフォーミュラではあのリアム・ローソンを破りタイトルを獲得しています。今シーズンの F2 の全22人のドライバーの平均年齢は 20.3 歳となっており、なんと10代のドライバーは8人もいます。宮田理友は F2 で実質3年目を迎えるファン・マヌエル・コレアと共に現役最年長で、宮田理友は最年長の F2 のルーキードライバーということになります。 F2 にはアントネッティやベアマンなど F1 予備軍といったとんでもない逸材が参戦するので、宮田理友の走りには今後のスーパーフォーミュラの未来がかかっていると言っても過言ではないと感じます。海外でのレース経験が乏しい宮田理友は、早速世界三大耐久レースの一つであるデートナ24時間レースに参戦し、貴重な経験を積んでいます。 F2 のルーキーがスーパーフォーミュラや世界的なレースを経験していることはこれまでにはなかったと思います。そのため今回の宮田理友の F2 参戦は、 F1 で例えるならインディーやカートでタイトルを獲得した後に F1 に殴り込みをかけたファン・パブロ・モントーヤやジャック・ビルヌーブ、さらにはマイケル・アンドレッティやアレックス・ザナルディと同じような目で見られると思います。さらにはフォーミュラ E を制したニック・デフリースとも同じと言えるでしょう。そうなるとタイトル獲得ができなかったとしても、最低でもタイトル争いには加わる必要があります。宮田理友の最大の強みはフォーミュラだけでなく、スーパー GT や耐久レースで培った多くの経験です。この経験を存分に生かすことができれば、 F2 のマシンにも早い段階で適応でき、開幕戦からトップ争いができると可能性は十分あると思います。しかしそこに立ちはだかるのは、F1 チームが目をつけた将来有望株、つまりとんでもない化け物たちです。宮田理友にとってはこれまで経験したことのないレベルのドライバーを相手にレースをすることになります。しかも彼らは非常に若く野心が強いために、日本人ドライバーとは違い、時には一線を越えたドライビングを見せることもあるので、それが宮田理友にとっては厄介かもしれません。宮田理友がランキングで上位に入ることができなければ、スーパーフォーミュラは少し舐められると思うので、なんとかしてトップ争い、そしてタイトルを獲得してほしいです。宮田理友が F2 チャンピオンになれば、今後スーパーフォーミュラには世界中から逸材が集まるのではないでしょうか。それを考えると、今シーズンの宮田理友にはこれまで F2 に参戦してきた日本人ドライバーとは違う領域の期待があります。宮田理友の将来、そして日本のスーパーフォーミュラの将来のために、究極のウィンウィンを目指してもらいたいです。最強チームメイト、今シーズンの宮田理友のチームメイトはバルバドス出身の20歳のマローニです。2019年にはイギリス F4 を制し、2022年には FIAF3 でランキング2位を獲得した逸材です。残念ながらレッドブルの育成からは外されてしまいましたが、その後ザウバーの育成ドライバーに抜擢されたので、2年目の F2 は F1 のザウバーと同じド派手な緑のマシンで戦います。 F2 初年度の昨年はランキング10位に沈んでしまいましたが、2位2回3位を2回獲得し、随所で光る走りを披露していました。レッドブル育成から外されたとはいえ、その後すぐにザウバーが彼を起用したことが彼の才能、将来性を物語っていると言えます。レースの世界ではどのカテゴリーであっても最大のライバルは同じマシンに乗るチームメイトです。それはこの2人にも言えることで、勝った方には来年以降の明るい未来が見えてくると思います。 F2 での経験では2年目を迎えたマローニが有利と言えますが、これまでの経験値で言えば圧倒的に宮田理友が有利だと思います。宮田理友にとっては非常に厄介なライバルということになりますが、それはマローニにとっても同じだと思います。今シーズンは
角田裕毅とリカルド、そして宮田理智とマローニのチーム内バトルから目が離せません。宮田理智はこの最強のチームメイトの壁を突き破ることができるのでしょうか。マローニとの比較、宮田理智が初めて F2 のマシンに乗ったのは昨年のシーズン後のアブダビテストでした。今シーズンからはカーリンの名前が消え、ロダンもしくはローディンが正式なチーム名になりました。宮田理智はそのロダンのマシンでテストに参加し、そのまま今シーズンのレギュラードライバーとなっています。では3日間で行われたアブダビテストの2人のタイムを見てみましょう。初日、マローニは1分37秒120をマークし、全体14番手となっています。それに対し初めて F2 マシンをドライブした宮田理智はコンマ6秒落ちの1分37秒796でした。ちなみにこの年のアブダビのポールポジションタイムは1分35秒567でした。2日目、全体トップをマークしたマローニはアブダビグランプリでの自身の予選タイムを上回る1分35秒台に突入。宮田理智はコンマ8秒落ちの全体17番手でした。最終日の3日目、マローニは全体3番手で、宮田理智は 1.1 秒落ちの20番手でテストを終えています。あくまでテストのタイムで、宮田理智は様々なセッティングを試していた中でのタイムだったので単純比較はできませんが、マローニに関しては非常に調子が良く、完全にチームとマシンに適応し乗れていることがわかります。そして計3日しかない2024年の開幕前テストです。初日、マローニは全体2番手タイムをマーク、宮田理智はコンマ8秒落ちの8番手でした。2日目、マローニは1分41秒501という驚異的なタイムをマークし全体トップに浮上、宮田理智はコンマ9秒落ちの12番手でした。そして最終日、絶好調のマローニはここでもトップタイムをマーク、宮田理智はこれまでで最もマローニに近づきコンマ2秒差の3番手でテストを終えています。ちなみに昨年のバーレーンテストでの最速タイムはマイニが3日目に出した1分42秒623なので、マローニは2日目にこのタイムを1秒以上更新していることになります。そうなると新しい F2 マシンは昨年よりも速くなると言えます。あくまでテストとはいえ、昨年のアブダビテストから今回のバーレーンテストの6日間でマローニは3回トップタイムをマークしており、2位1回3位1回という素晴らしいタイムを叩き出しています。どのチームドライバーもまだまだ本気ではありませんが、ここまでの走りを見ていると2年目のマローニはタイトル候補と見ていいでしょう。つまり最終的にそのマローニにコンマ2秒差まで近づいた宮田理智もタイトル争いに加われると見ていいのではないでしょうか。今シーズンの宮田理智いけると思います。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。